ネプギアです。よろしくお願いしますね。その後、塔の中枢を破壊した私たちは999,999匹のランブタたちを連れて黄金の頂を後にしましたわ。女神の存在が忘れ去られた理由やランブタの呪いの解除方法などまだ分かっていない謎はたくさんありますが、 S 社という少女が E 社という少女を救うために起こした騒動は誰一人犠牲を出さずに解決を迎えることができました。まだ外敵との争いの絶えないディーンボックスですが、新たな仲間 S 社と妹のネプギアちゃんと一緒ならきっといい国にしていけそうな気がしますわ。ちょっと待ってください、ベールさん。なんで私がベールさんの妹になったことになっているんですか。やっぱり気づいちゃいました。普通に気づきますと、まあ最後の最後でバレてしまいましたが、これで私の物語は終わりですわ。以上が諜報部が入手した報告になります。やはり今ゲーム業界で起こっている事件の裏には秘密結社が絡んでいたのですね。ラステーションでは傭兵組織の後ろ盾として、ルイでは革命軍とつながり、リーンボックスではゴールドサードとつながっていた。事件の裏の裏まで調べ尽くすなんて、まさに諜報部の鏡だよ。ま、私にかかればこのくらい当然よ。ちなみにネプギアならベール様と一緒にうまくやってるそうよ。本当なら妹の活躍を喜ぶところなんだろうけど、相手がベールだと素直に喜べないかも。それでイストワール様、今後の対応ですが。秘密結社に打って出ましょう。けど秘密結社ですよ、どこ
にいるのかわかるですか？それなら任せてください。ワレチューさんの証言をもとに秘密結社が空中戦艦を拠点としていることがわかりました。仲間は売れないとか言ってたくせに結局入ったのね。けどどこにいるかわかるんですか？足がつかないための戦艦ですよね。その道にとても強い知り合いがいるので協力をお願いしようと思っています。なのでその間にネプテューヌさんは各国に行って女神様たちを集めてきてください。4人の物語が全部終わったってことだね。そういうことなら任せて。そろそろみんなに会えなくて寂しかったところなんだ。ネプネプ、そういうメタなことは知っていてもあまり言わない方がいいと思うですよ。 IF さんとコンパさんもネプテューヌさんに同行していただいてもよろしいですか？いいですけど、私も。久しぶりにネプネプと旅行です。せっかくですし他の女神さんたちにお土産を持っていくです。いいねそれ。せっかくだから新商品のプラネタワ焼き過去24個入りを持っていこうよ。というわけです。ああ、なるほど。おもりってやつですね。わかりました。それでは皆さん、よろしくお願いします。
なきゃね。誰を狙おうかしら。待てました。テンション上がり、やっほーい。ここに行ってみよう。フェリさて、誰を狙おうかしら。余裕ね。当てずにしてやんよ。